皆さん、こんにちは。この動画は登山初心者の私が、初心者用の簡単な山を中心に、登った時の様子を動画に、まとめたものになります。今回は大谷山、西山高取、根っこ山、大高取山、葛城山、国蔵御事桜山に、行った時のものになります。6時間13分、11.5 キロの道のりです。それでは行ってみましょう。小越駅からスタートです。小越駅は、埼玉県の秩父市にある西武鉄道の駅です。この駅は西武秩父線に位置しており、秩父地域を代表する駅の一つです。小越駅は、観光客や自然愛好家にとって、秩父地域へのアクセスポイントとなっています。駅周辺には、観光スポットやレジャー施設があり、秩父の自然や歴史を楽しむことができます。また、秩父川や周辺の山々はハイキングや自然散策に最適な場所です。小越駅からは、秩父観光地や秩父市内の各地へのアクセスが便利であり、多くの観光客が訪れる場所となっています。最初の目的地は代官山です。代官山は、埼玉県秩父市にある標高約176メートルの山です。この山は、秩父地方の代表的な観光スポットであり、四季折々の美しい景色や自然を楽しむことができます。代官山には山頂に展望台があり、そこからは秩父市街や周囲の山々、そして関東平野を一望することができます。特に秋の紅葉シーズンや春の桜の時期には多くの観光客が訪れます。また、代官山周辺にはハイキングコースや散策路が整備されており、自然を満喫しながらのんびりと散策することができます。山頂にはお土産店や食堂もあり、山の中腹には代官山温泉もありますので、リラックスすることもできます。次の目的地は大高取山です。大高取山は埼玉県秩父市に位置する標高376メートルの山です。この山は秩父地域の主要な登山スポットの一つであり、多くの登山者や自然愛好家が訪れます。大高取山は、秩父美山の一つとして知られています。秩父美山は、秩父地域にある3つの主要な山で、古くから霊峰として信仰されています。大高取山は、その中でも特に人気があり、登山道が整備されています。山頂からは、周囲の山々や秩父市街、関東平野を眺めることができます。特に、秋の紅葉や春の新緑の時期には美しい景色が広がります。登山コースはいくつかありますが、比較的アクセスしやすく、初心者から中級者向けのコースもあります。登山口には駐車場やトイレも整備されており、安全に登山を楽しむことができます。次の目的地は葛城山です。葛城山は埼玉県秩父市にある標高約367メートルの山です。この山は、秩父地域の自然豊かなエリアに位置し、登山やハイキングの人気スポットとして知られています。葛城山には、いくつかの登山ルートがありますが、特に、南側の登山口からのコースが一般的です。このコースは、比較的短い距離で山頂に到達でき、初心者やファミリーにも適しています。山頂からは、秩父市街や周囲の山々を眺めることができます。また、葛城山は自然環境が豊かで、四季折々の美しい景色が楽しめます。特に、春は新緑、秋は紅葉が美しい季節です。山頂付近には休憩所や展望台もあり、登山者や観光客がゆっくりと景色を楽しむことができます。秩父地方は豊かな自然が広がる地域であり、低山ハイキングには多くの素晴らしいコースがあります。以下に、いくつかのポイントを挙げてみます。大野山、埼玉県秩父市に位置する大野山は、標高約1220メートルの山で、秩父美山の一つです。大野山への登山コースは整備されており、比較的アクセスもいいため、初心者から中級者まで幅広く楽しめます。山頂からは、秩父の景色を一望できます。荒川ダム周辺、秩父市の荒川ダム周辺には、散策路やハイキングコースが整備されています。荒川ダムはダム湖としても知られ、
周辺の自然景観は豊かです。家族連れや初心者向けにも適したコースが多くあります。根源山、秩父市にある根源山は標高約600メートルほどの低山ですが、山頂からの眺望が素晴らしいと評判です。登山口から山頂までのコースは比較的短く、初心者にもおすすめです。三峯神社周辺、三峯神社は秩父市にある神社で、周辺には低山や森林が広がっています。神社への参拝と合わせてハイキングを楽しむことができます。特に春や秋は桜や紅葉が美しい季節です。これらの地域は自然に囲まれた美しい景色や歴史的な名所があり、秩父の魅力を存分に味わうことができます。ただし山歩きには十分な準備と安全対策が必要ですので、事前に情報収集や装備の確認を行うことをお勧めします。桜山に向かって進みましょう。桜山は埼玉県秩父市にある山で、標高は約170メートルです。桜山は名前の通り桜の名所として知られています。特に春になると山頂付近や周辺の斜面には美しい桜が咲き誇り、多くの観光客や地元の人々が訪れます。桜山にはいくつかの登山コースがあり、比較的短時間で山頂に到達できるルートもあります。山頂からは秩父市街や周囲の山々を一望することができ、特に桜の季節には壮観な景色が広がります。桜山周辺には桜の他にも様々な植物が自生しており、自然愛好家やハイカーにとって魅力的なスポットとなっています。また山頂付近には休憩所や展望台もあり、景色を楽しみながらゆっくりと過ごすことができます。お昼ご飯はラーメンです。山で食べるラーメンはカップ麺が多いかと思いますが、しっかりと調理していきます。ラーメンは日本発祥の人気のある麺料理です。一般的には中国発祥の麺料理である。ラーメンが日本で独自の進化を遂げ、多様なバリエーションが生まれました。日本国内外で多くのラーメン店があり、各地域ごとに独自のスタイルや味があります。ラーメンは日本の代表的なファストフードの一つとしても知られており、その美味しさや食べ以来から多くの人々に愛されています。お腹いっぱいになったので、ゴールの越生駅を目指して進みます。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは、次の登山動画で会いましょう。